はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はデッキ編成について話してみようと思います。後で褒めてあげてくださいね。はい、デッキ編成に来ました。これが今私のデッキ編成で一番強いと思われる状態ですね。これはどういう風に組んだかというと、まあ、まずは普段はですね、こう、自動編成でね組んだりするんですけど、そうするとね総合戦力が、ちょっとこっちの方が低いんですけど、攻撃としてはねやっぱり強くなってるので、なぜかというとやっぱりパッシブ効果なんですよね。まず夜の場合は0時のダメージアップなんで、0時のみの 20% アップなので、水属性が他にもいればあってもいいのかなとは思うんですけども、ちょっとまあ、0時のことを話すと、戦士、レイドバトルの時に相手がめちゃめちゃ怒ってる状態、やる気になってる状態ですね。スタン状態とは逆の状態ですね。スタンはやられっぱなし、レイジ時はめちゃめちゃやる気がある時ですね。その時に、ダメージアップする。だからその時しか活躍しないから、ちょっとどうかなっていう気は私の中ではあります。間違ってたらごめんなさい。でですね、長剣。で、三属性なんで、これも強いですね。三属性でやればね、火、長剣、闇、長剣なんで、一応三属性にはなりますね。闇も、いますし、水も、水属性もあるんで、一応三属性にはなりますけども、ちょっと、まあ、夜の場合は、探検ですね。探検が得意なので、まあ、どうかなというところですね。そうすると、比べてみると、長剣三属性、火、長剣闇属性、長剣光属性で三属性になるんで、長剣の三属性なんで、これで強くなりますよね。バフもね、長剣のバフも入ってくるので、やっぱりこっちの方が強くなってきますね。あと先進で話すと、まずはこっちですかね。自動編成で組んだ場合のね、先進でいくとやっぱりね、揃ってないんですよね。こう唯一リゼロッテが長剣に対してなんですけども、まあ、こっちで見た方がいいですかね。火、水、火が4、水が3、光が6、長剣が3、武具が3、槍が3、銃が6、砲器が3となってるんですけども、これだとバラバラですよね。バラバラなのでどう考えてももったいない。で、今私が揃えているのはこういう風な感じにしてます。長剣で、光属性、まあメギドはどうしても武器が1回回復ということでね、使いたいっていうところが私にはあるので、メギドを召喚用にしてます。そうすることによって、まあ、水属性はいいんですけども、光属性もまあいいでしょう。ただ、光属性の、ニコルがいるので、役に立つというか、効果が出てきますね。闇属性もそうですね。で、長剣がレベル13になります。で、他は、まあ、銃ないし、砲器はいないんですけども、この13ですよね。長剣のパッシブレベルが13、これはかなり大きいです。だからこういう風にしてね、先進の場合は合わせてあげることによって、強さが発揮されるということですね。なのでなるべくなら合わせてあげるっていうのが重要です。こっちはよりも
こっちの方が強いっていうのは、強そうだなっていうのは見てわかると思います。なのでなるべくならこう揃えてあげるということは、そうですね、先進もみなしごも全部条件だけにしてあげるってなると、まあ私の場合は3体しかいない、おっとリーゼロッテを入れないとここに引っかからないんですねリーゼロッテを編成する、そしてメギドが入れたいので、メギドを入れて、お呼びですか、お呼びですかでメギドを召喚したいんで、メギドお呼びですか、お呼びですかいいなでなでこういう風にしますね。そしてみなしごにすると、やっぱり条件パンになってくるとニコールが出てくるということですね。レベル70のなんで、もしかしたら SR の誰かが強かったりするかもしれないですけど、まあとりあえず曹操を生かそうと思ったら三属性なので、こうニコル、が一番最適なのかなという感じですが、まあ、自動属性はそこまで考えてくれないんで、あと手動で変えるしかないんですけども、まあ、火と闇以外の属性を入れてあげると強くなります。これでかなり、変わってくるかなと、っていうかもうほとんどこれはもう同じですね、こっちと。あとは武器の違いですね。武器に関してはまたね、違う動画で説明ないし、他のサイトさんの方がね詳しく言ったりする場合もありますんで、また別の機会で、お話できたらなと思います。はい、最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またねどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラスボタイ。最後までご覧いただき誠にありがとうございます。ご意見ご感想などありましたらコメント欄にお願いいたします。動画の評価チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラスボタイ。